さくらちゃん、一体どうしたんだよ。サイ、お前さっきさくらちゃんと一緒に分身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと？おかしいとは思ってたけど、やっぱりなんか隠してたんだな。ここに来る前、木の葉の同期メンバーとサスケのことを話し合った。そこで決めたあること、それを本当は伝えたかったんだ。決めた？一体何を決めたってんだ。サスケを木の葉の手で処理する。君の同期メンバー全員がそのつもりで動く。サスケを処理するって、さくらちゃんが、あのさくらちゃんが本当にそんなこと納得した？サスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。このままでは戦争の火種を生むだけだ。今は犯罪者の一員だ。木の葉の忍びたちは暁に加担するサスケを容認できなくなった。さくらはバカじゃないし、それぞれの立場がわからないほど子供じゃないさ。だから君にどうにかそのことを伝えようとここまで会いに来たんだ。だったらなんで俺に本当のこと言ってくれなかったんだ。さくらはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。お願いナルト、私の一生のお願い、サスケ君、サスケ君。サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。あの時の。それでも君はサスケを助けたいと言った。だから君に本当のことを言うのは、実はさくらに口止めされてたんだ。自分が伝えるって言ってね。しかし実際には本当のことを伝えることなく去っていった。さくら、ここからは僕の想像ですが、おそらくさくらは一人でサスケを殺すつもりだな。おそらく。嘘だ、さくらちゃんが。そんなこと、さくらちゃんはサスケのことがあんなに大好きだからこそ、このまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。その方法が、大好きな人を自分の手で殺めなければならないことになるとしても、それがサスケを好きになった彼女なりの覚悟なんだと思う。ナルト。このことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて、どうしたものか。ここにいたか。お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。五影階段で何があったか全て話す。忍び忍んで忍び泣き。いや違うな、もっとこう拳だな。拳。忍び忍んで忍び泣き。おい、ようやく里から抜け出せたっつうのに何のんきにラップかましてやがる。ん？ここまでことがうまく運ぶ機会はそうはないぜ。それくらい分かってんだろ。いや、捕まったと見せてそれは擬態。今頃内葉は緊急事態。なかなかの案だったぜ。身代わり暗夜の作戦。せっかく掴んだ自由だ。
くだらねえラップを練習するよりもっと他のことに使えよ。 No! ハッツン、これはラップと演歌の最強合体、新開発の常年合作だよ。いや、そんなこと聞いてねえし、俺が言いたいのはもっと有効に。演歌ラップこそ思考、思考を重ねて、これこそ最高。ウィー、ああ、もういい。まあ見てろよハッツンよ、すぐに有名なメジャーデビューってもんよ。っていうか B、 お前気づいてんのか、何か厄介なやつが近づいてるぞ。優先すべきは演歌の修行、優秀優越目指すぜ最強。忍び忍ね、まさか化け物風情が歌の練習とは。誰だん？誰だんじゃねえよ、言っただろう、厄介な奴が近づいてるってよ。あ、そっか、ずいぶんと探しましたよ、ハチビ。お前、その服は確か暁とか言ったが、私の大刀サメ肌は強いチャクラが大好きでしてね、美味しそうなチャクラを嗅ぎつけたみたいで。悪いですが、このサメ肌の餌になってもらいますよ。何、命までは取りません。本来なら修行に専念だけど、お前のお邪魔、俺様懸念。使用で少々時間かかるがしょうがない、すぐに消滅させようか。ふんふん、消滅するのはあなたの方ですがね。格段の差っての教えてやるよ。サメザメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。お前を星垣キサメ、以後お見知りおきよ。星垣キサメね、オッケー。タコに食われてすぐ KO。 戦闘開始。最強の俺様と戦うサメ野郎、今日の運勢最高に最悪。運が悪いのはどちらでしょうかね。俺のスーパーパンチでスーパーピンチ。なるほど、さすがというところでしょうか。一気に決めるぜよ。私なかなかやるじゃねえか、バカ野郎、この野郎。お前が油断してるからだ、ちゃんと戦え。バトルは終盤、バトルを制する俺のキューパン。最強の陣長機、あなたの嘘ではないようですね。あれさっさと決めるか、いずれとしろ。とっておくは最後に披露してこそヒーロー。オーライ。研究ベンチャー。ハチビ出てきましたか。これは勝負あり。サメザメと泣いたか、このサメ野郎。ウィ
手こずらせてくれたぜ、バカ野郎、この野郎。さすがは八尾、想像以上ですね。まあいいでしょう、どうせ時間切れ。あの方に気づかれてしまいました。あの方？ぐ何か気になることを言ってたが、まあいいか。この刀は戦利品、形見として俺のものを。そうやって悠長にラップかませるのも今だけだぜ。あ？どういうことだよ、ハッツァインよ。ビーで、ようやく見つけたぞ、この大バカ者が。なんでここが分かった？説明絶望、目の前絶望。あれだけ派手に大騒ぎすれば誰でも分かるっすよ。ああ、それにお前のチャクラもダダ漏れだ。間違いようがないだろ。お前というやつは一人でチョロチョロしやって、お仕置きのアイアンキャラだ。ブラザー、ストップ。雲のトップが大人げねえ。問答無用。聞きたいよ。以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。そうか、そこまで荒れた階段になったとはね。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。風影として俺は命がけでお前を守る。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら容赦しない。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか。ではな。ナルト、カカシ先輩、これから僕らはどうします？何にしてもまずはサクラを止めることが先決だ。サクラには僕がついています。サスケに近づけさせないように何とか手を打ってみますが。すぐに俺も行く。サイ、案内を頼む。俺も行くってばよ。お前はここで待ってろ。ここからは俺の役目だ。でも今のお前とサクラが顔を合わせてことが穏やかに収まるとは到底思えないよ。ヤマト、あとは頼んだよ。カカシ先生。おっと、悪いけど頭が冷えるまでじっとしてもらうよ。キバ、見つけたの？ああ、サスケの匂いで間違いねえ。このまままっすぐ行けばぶつかるぜ。いよいよですね。行きましょう。おっす。
早っ。